はい。じゃあよろしくお願いしますえ。今回は小学校3年生の算数。時刻と時間は何が違うのというテーマでやっていきます。で、珍しくポイントの中に先に文字が入ってます。これ入ってる理由は後で言うのでちょっと待ってください。で、問題は2問ありますので、まあできそうなくはぜひ動画止めてね、チャレンジしてみてください。で、早速ね、授業始めていくんですけど、今回、この動画で一つみんなに目標があります。目標。 それは、時刻と時間の違い、こう違うんだよっていうのを、分かったじゃなくって、説明できるようになってください。つまり、みんなが先生になって、例えば、お父さんお母さんとかに、時刻と時間の違いって分かるって聞いて、説明できるようになってもらえるのが、今回の動画の目標です。いいかなこれが見終わった時に説明できるようになったら、OK! っていう感じだね。もちろん、問題解けるようになっても、なっても欲しいんだけど。いいかな で、その時刻と時間の違いをこう説明するためにこれが役立ちます。ポイント。今、好きなテレビ番組は書いちゃってるんだよね。午後6時から始まって30分間放送されると書いてあります。だけど、みんな、例えばね、普段テレビ見る子だったら、まあ、好きな番組ってあると思うんだよで。その好きなテレビ番組が何時から始まって何分間放送されるかをちょっとね、もし知ってたら自分の書いてほしいんだ。 もちろんあのお父さんお母さんとかに一緒に調べてもらってもいいんだけど、これ例えばで書きました。だからもしかしたら午前8時から始まって60分間とかっていう方もいるかもしれない。ありあえずバラバラで構わないの。でもなんでこれを書いてほしいかっていうと、例えばね、じゃあ俺の好きなテレビ番組が午後6時から始まって30分間、時間ね、30分番組で放送されるとします。1日ってさ、24時間。 あるよね。ちょっと線で書きます。これが1日24時間だと思ってください。で、午後6時から始まるっていうのは、夕方だからさ、まあ、この辺にしよっか。この辺。ここから始まるよーっていうタイミングが午後6時。こうだよね。ここだよーっていう、まあ、点で書けるものです。で、30分間放送されるっていうのは、ここから始まって30分間ね、あるよってことだから、 ま、大体じゃちょっと長くしちゃうけど、このぐらいにしとこうか。ここが30分間、俺の好きな番組やってるよっていうのが書けるよね、こうやって。ここから始まってこれだけやってるよっていう。これ、午後6時も30分間も、ま、時間の話をしてるようなねものを使ってるじゃないですか。でも、こうやって図で表した時に、午後6時っていうのはここっていうタイミングです。点です。 ここだよっていう午後6時。でも30分間っていうのはここからここまで30分間あるよっていう幅を考えることができます。違うんだよね。点と幅なので。で、これが時刻と時間の違いなんです。いいどっちがどっちかっていうと午後6時、ここからだよっていう点で表してるのがこれが時刻です。時刻。ここからみんなが好きな番組が始まる瞬間だよね。 いいで30分間ってこっからここまでだよっていうのが時間なんです。だから例えばみんなが学校に行ってさ1時間目の授業って何時だ八8時50分からかな違ったらごめんあ。8時50分から始まって45分授業まあ50分授業かもしれないけど45分授業ってあったらさ8時50分っていう始まるタイミングが時刻。 いいで、45分授業を受けてるから、45分間が時間となります。いいかい点とこう幅っていう感じでイメージを持っておくといいかと思いますので、それをぜひね、説明できるようになってください。もしね、みんながあの、お父さんお母さんと一緒じゃなくて、一人でこの動画をね、見てくれてる子だったら、後でこっそりお母さんに聞いてこな。<laughs> 時刻と時間の違いってわかるって。意外と、 知らないというか説明できない、えっと、お父さんお母さんとかで大人もいらっしゃいますので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。じゃあ、そこをね、覚えてもらった上で2問解いていきましょう。まず1問目です。家から学校まで歩くと40分。結構遠いね。40分かかりますと。で、家を7時30分に出るときに、学校に着く時刻は何時何分ですかとあります。なので、これまあ、とすぐね、計算できる子もいると思うんですが、ちょっと図を書かせてください。 今家から学校まで行きますすこっっちちが家です学校ちょっと学学だけにしまますね家から学校までとことこ歩いていきたいと。で全部で40分かかります。それをちょっと書きましょう。ここからここに行くのに40分かかりますと。で家を出るのがここね出るのが7時30分です。 で、じゃあ学校に着く。ここだね。ここが分からない。ハテナになってます。じゃあここはどうすればいいかってなったときに、もちろんね、時間と、時刻と時間、慣れてる方は安全にできる方も多いかと思います。ただ、えっと、このね、次の動画とかで、あ、次の次か、の動画とかで出てくるんだけど、計算を、えっと、時間の計算をするときに、私、筆算結構使います。 筆算。これね、学校の先生の中にはね、使わない先生もいるので、もしかしたら学校で見たことないよって方もいるかもしれないんですが、こういうやり方もあるんだと思ってちょっと聞いてください。どうやるかっていうと、今、7時30分に出て、40分歩くから、この時間を足さなきゃいけないよね。40分過ぎるわけだから、学校に着くときは。だから、計算するときによくやるのが、あの、 字と分書くのめんどくさいんで、私こうやって書いちゃいます、必須の時。7、点点30。4時30分ね。そこに、たーす、40分。分だからこっちだよ。こっち字になっちゃうからね。40分を足しましょうってやるの。そうすると、あ、こっちからごめん。0は0。3足す4で7、点点で、7がなるんだけど、7時70分。まずいよね。おかしいよね。ってことで、70。 時間って60分って1時間だよね。60分が1時間だから、この中に60が入ってるので、プレゼントしてあげます。隣に。60揃ったから君にあげるよって。60分が、えっと、1時間になってるからね。だから、こっから60を取って、この子が1増えます。 1>, 1、プレゼントしてもらったからあげるよ。ただし、この子は60をあげてしまったので、70から60取ると、10に。減るよね。だから、8時10分となります。で、計算できたから、答えちょっとこっち書こうか。あ、入ってる。あ、待って、A 書きたいな。これ俺答え書くときに、あの、A って書くのが癖なので許して。答えは、8時10分。 とこれで正解となります。もちろんね、さっき言ったみたいに暗算できる子はそれでも構いません。だけどこういう計算もあるんだよっていうのは覚えておいてください。では2番いきましょう。今度は僕の家から公園。まあ家と公園の話だね。家から公園まで15分かかります。公園に2時40分に着くには家を何時何分に出ればいいですかということで。もう一回。 図を書かせてください。今度は家から公園に行きたい。で、歩いていくと40分全部でか、嘘です。<laughs> 15分全部でかかります。で、さっきは家を出る時間が分かってたんだけど、今回は公園に着く時間です。つまりこっちです。着くのは2時40分ですって。いうのが分かってる。じゃあ、 家を出るこっちがわかんない。何時何分ですかっていうのを聞かれてます。だから、着く時間がわかってるから、家を出るにはさ、15分戻らなきゃダメだよね。だって時間戻さないと家出れないからさ。だから、2時40分から今回は15分を引き算します。つまり、さっきと同じ。2、点40ね。2時40分引く。分の方に合わせて15分。ここ15を引きます。 引き算しましょう、えー。0から5が引けないから貸してくれってことで借ります。3に下げて10を借りてくる。10から5を引けば5になる。で、3から1を引けば2になる。点々。2から、ここないからね。そのまま2が落ちてくる。つまり、2時25分。これは、なとさっきみたいな70分みたいになってないのでプレゼントする必要がないから答えとして、 に時じ、にー入ってるかな不安。入っててくれ。入ってる、るよし <laughs> !2 時25分と書けば正解となります。いいかなで、ちなみに最後に1個だけ付け足しで言わせてください。問題の中に、もう今回、今回はないんだけど、 午前、あ、ごめん、午後何時何分に出ればいいかなとか、午後2時40分に着くには、みたいな、午前とか午後がちゃんと問題に書いてある時は、答えも必ずつけます。つけないと三角、もしくは罰になっちゃいます。今回は問題の中に午前とか午後が一箇所も書いてないので、答えにも書かなくて大丈夫です。いいかな。そこの違いはね、よく押さえておいて、結構ね、午前と午後書き忘れること多いので、 そこは気をつけてもらえたらと思います。それでは、この時刻と時間の違い、みんな覚えたかいあの、ま、だ一回でね、簡単に覚えられることではないので、もしね、あ、なんだったっけって思った時は、この動画の最初だけでいいからね、最初だけ一回聞いてもらって、そっかあの、好きな番組が始まる時が時刻だ。ここね。時刻で、そっから何分って、ここまでっていう幅のやつが時間なんだっていうのを、ぜひ覚えておいてください。それでは、今回の授業はこれで終わります。 以上です。ありがとうございました。